日本大学三島高等学校、中学校日本大学三島高等学校、中学校は静岡県三島市にある日本大学付属の私立中学校、高等学校である。略称は日大三島。日本大学国際関係学部、日本大学短期大学部が同式地内にある。日大三島高校は県外外から生徒が通学する。静岡県内はもちろん 神奈川県中西部からの通学生が多く、小田急小田原線や伊豆箱根鉄道大大山線で通う生徒もいる。また、愛知県や東京都から新幹線通学をする生徒もいる。また、戸田や都市区の生徒は長岡や市内に下宿する生徒が多い。御殿場線で通学する生徒は、下戸狩駅に自転車を止め、駅から学校まで自転車で来る生徒や沼津駅で、 東海道線に乗り換える生徒もいる。大学の付属高校という環境もあり、クラスを問わず、日本大学への内部進学に注力していた。近年では特進クラスにおける国公立次第進学志向の健在化等により、日本大学以外への進学者も増加している。4年生大学現役進学率は75%ほどとなっている。ありがとうございます。